ただいま土曜日の夕方午後5時を回ったところです。こちら中央図書館で希望者が集まってボードゲームで遊べるということで、私も早速参加してきます。行ってきます。今回はボードゲームに挑戦です。人生ゲーム以外は知らないのですが、大丈夫でしょうか。会場に入ると見たことのないボードゲームがたくさん並べられています。ドイツゲーム大賞を受賞した海外のゲームもいくつか見つけました。このイベントは中央図書館と筑波テーブルゲーム交流協会が主催。定員を超える15人が集まりました。ということで、じゃあ皆さんで犯人は踊るやってみましょう。犯人は踊る。このゲームは参加者の中から犯人カードを持っている人を突き止めるゲームだ。1人4枚のカードが配られ、1枚ずつ順番に割り出し、カードの内容に従って進行していくぞ。全員が最後の人とカードを1枚交換するというカードもある。それゆえ犯人も入れ替わるので狙いを定めるのが難しいんだ。狙いが定まったところで安定カードを持っていれば犯人を当てに行くことができる。しかし犯人カードと一緒にアリバイカードを持っていれば犯人はしらを切れるので判定にも当てられない。そして最後まで見破られなければ犯人が勝つという犯人にもチャンスがあるゲーム。参加するのはこの7人。高校生や未経験者が多く集まる中、経験者の岡本さんに注目。動きを目で追っていきます。第一発見者のカードを持っている人からゲームがスタートします。今回はどんな事件なのか、第一発見者の東目さんが発表します。どんな事件。私が大事に取ってたプリンが誰かに食べられた。ということで、東目さんのプリンを食べた犯人を探します。4枚の手札から1枚選んで場に出していきます。カードに指示がすべて書いてあるので暗記しなくていいのが楽です。このようなカードを出しつつ、手札が右へ左へ流れ、そして推理をしていきます。じゃあ情報操作。ザンさんがアリバイカードを場に出しました。アリバイを持っていなくていいということは犯人ではないことにつながりますが、騙している可能性もあります。私犯人じゃない。ザンさんは犯人でないことを主張。カメさんはザンさんが犯人だと探偵カードで指名。違います。残念、当たると思ったのに。ザンさんではなかったようです。現段階で手元にあるのはこの2枚。この探偵の札で勝ちたいところ。噂カードで探偵のカードはお隣の東目さんのところに。手元にあるのは取引と目撃者。さあどうしよう。どうしよう。亀さんが取引を場に出しカードを交換。すかさず隣のサリナさんが探偵カードで亀さんを指名。残念。私も取引で動きが読めない岡本さんのカードと交換。じゃあ私のプリン食べたのあなたですか。嘘。手元に犯人カードが来た瞬間に当てられてしまいました。ここに渡して多分そこら辺に流れて多分来たなっていう。頭の整理がつかないので巻き戻って考えます。まず私が取引カードを場に出し、岡本さんとカードを交換しました。岡本さんは犯人カードを持っていて、それを私に渡しました。そして東目さんは持っていた探偵カードで私が犯人だと当てました。じゃあ自ら犯人を変えてしまったっていう。そう。このゲームは東目さんが勝ちました。あっさりバレちゃった。
くりしました。まさか隣に当てられると思わなかったので、そうなんかあのプリン食べられたのかわいそうと思ってちょっと同情してたんですけど、犯人はあなたですね言われちゃった。食べてない、私食べてないです。食べたのを濡れ衣を着せられて当てられたみたいな感じです。ボードゲーム夢中になります。びっくりびっくり、うわー、怖いなんてよ。ボードゲームは昔から遊ばれていて、海外の図書館では資料として集めたりとか貸し出しをされているところがあります。日本でも最近ボードゲームが流行りだして、他の図書館でもいろいろなイベントでボードゲームが遊ばれています。ですので筑波の図書館でもやってみようと思い企画しました。筑波を10年後にテーブルゲームの街にしようという目標のもと活動を始めた団体で、2016年の12月に発足したので、2027年の3月が目標の期限です。それまでには筑波はもうボードゲームの街になっているという自信のもと。そういうことです。言葉が通じなくてもバックグラウンドの違う人とも楽しめるものなので、そういったものを通じて筑波を盛り上げていけたらなという感じです。初めてでもこんなに盛り上がったので、筑波がテーブルゲームの街になる日も近いかもしれませんね。あの時負けて悔しかったので、犯人は踊る買ってきました。プライベートで練習して次こそは勝ちます。待っててください。